ナノコ細菌、ナノコ細菌、コ細菌、ナンハーキオッタ、ナノアーキオッタとは2002年に提唱されたコ細菌の門である。クレンコ細菌への規制に特化したグループで細胞、ゲノムサイズともに極端に小型化している。数系統が知られるが純粋培養できておらず、奇祭子を含まない。もっとも最初に発見されたのは2002年の ナンハーキアムエキティンズである。エヌエキティンズは、クレンコサイキンイグナイヒャカスハースピタリスに寄生する、非常に小さな生物で、アイスランドのコルベーン製海霊より発見された。これに対して、ナノコサイキンモン、ナンハーキオッタという名が与えられた。続いて2013年に、イエローストーンからアッコドイチと呼ばれるスルホロブスメ、コサイキンに寄生する。 ナ,ナブシデュウネスステッドリーが報告された。2016年には、同じエローストーンから、アセディラバス SP に寄生するナンプセラスアセディラバイが、2018年には、ニュージーランドティキターにある地獄の門からも、デスルフロコックスカノミキシュゼスタスフェラティキトレンシスに寄生するナンクレプタマイニューチューズが発見された。これまでに発見された環境はいずれも、超高熱環境だが、 それ以外の環境からも1 6 s な配列が検出されている。規制対象は4種ともくれん個細菌である。増殖には宿主細胞が必須で最も研究が進んでいる n エキティンズは i イハースピタリスの細胞破砕液中や i イハースピタリスと半頭膜で区切っての培養実験でも増殖しなかった。培養用液中ではしばしば10個程度の n エキティンズに規制された。 アイハースピタリスが観察される。N- エキティンズの有利細胞も観察されるが、これが感染性を持つかどうか詳細は不明である。宿主への影響は、培養液中に N- エキティンズが存在すると、アイハースピタリスの増殖条件や培養採集濃度に変化はないが、定常状態に達するまでの必要時間が増加する。個々の細胞単位で見ると、規制された。 アイハースピタリスは増殖能力が明らかに低下し、寄生体の数が3個を超えると増殖できない。また、寄生されたアイハースピタリスは、集奪されたエネルギーを補うため過大射系が単純化する。最終的に、寄生されたアイハースピタリスは死滅するように見える。一方でアイハースピタリス N エキティンズともイオ系と異なり、 アセディラバス SP ナンプセラスアセディラバイトモバイ用系では、アセディラバス SP 単独の場合と増加曲線が変わらないという報告もある。アイハースピタリスは直径2.5マイクロメートルとかなり大型で、硬い細胞壁の代わりに、外細胞膜と複雑な内膜系を持つ特殊な古細菌であるが、ナノ個細菌とは別系統であるが、同じダパン系統に属す CA。 マイクロキアムアセディファロムや CA、パーバルキアムアセディファロムも、やはり同様に細胞壁を欠くユーリコ細菌、ペラプラズマアセドムニスに寄生する。このことから関連性が疑われたが、その後発見された、N ステッドリーや N アセディラバイの宿主である、アッコド1やアセディラバス SP は、S 層からなる細胞壁を持つ、典型的なスルフォロブスミコ細菌である。なお、N エキティンズは、 アイハースピタリスの表面に付着しているだけで、宿主細胞内部に入り込んでいる様子はない。接触面では、N エキティンズの S 層が崩れ、アイハースピタリスの外細胞膜は破壊される。細胞サイズは、ナンハーアキアムエキティンズが350から500ナノメートル、ナンプセラスアセリラバイは100から300マイクロメートルと非常に小型で、生物としては最も小さな部類である。 宿主細胞に比べても、格段に小さく、一つの宿主に、いくつもの寄生体が付着している様子が、観察されている。ゲノムサイズは、ナンハーキアムエキティンズキン 4M が49885、塩基体 ORF536、ナンプセラスアセディラバイ 7A が65887、塩基体 ORF587 であり、こちらも、 生物として最小の部類に入る。保有する遺伝子が少ないため、脂質、保因子、アミノ酸、およびヌクレオチド性合成、場合によっては ATP 合成酵素や呼吸酵素複合体すら核。単独で増殖できないのはこれらを宿主に依存しているためと考えられる。このうち脂質に関しては、完全に宿主に依存していることが確認されている。ただし、 クラミジアやカルソネラと異なり、細胞内寄生体ではないため、ATP は解凍系から供給されている可能性もある。宿主との共培養系で維持されるため、増殖条件は基本的に宿主と同じである。蒸気4種は、抗酸性や抗気性、嫌気性と様々だが、温度に関してはいずれも摂氏80度摂氏90度付近で最適に増殖する。 以前は、有利個細菌に近いとされ、テルモコックスツナの姉妹群に置かれることもあったが、これまでに蓄積されたゲノム情報から、ナノ個細菌は、より個細菌の基礎を占めるダパン群に属す可能が高くなってきている。同様の寄生生活を営むアーマン、イコールパルー個細菌及びミクロ個細菌。細胞壁のない個細菌フェラプラズマに寄生もダパン群に含まれる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。